皆様、こんにちは、こんばんは。今、日本はもう夜の8時になりますね。はい。今週、ワールド・オブ・ワーズ、8月、9月はちょっと時間をずらしてお届けしております。今日もワワールールド・ド・オオブ・ブ・ワーワーズ、ズ。金曜日ですね。今まで今週のシリーズでお話ししてきた体についてのお話、今日は生き物としての体というテーマでお伝えしたいと思います。実は、ちょっと時間をずらしてお伝えしているのにはいろいろ理由があるんですけれども、そのうちの一つが、テーマをすっごくね、難しいテーマというか、私にとっても、いろいろ、調べるのに時間がかかるテーマとなっているので、ちょっと今日はその調べてきたことをお伝えしたいと思いますので、よろしくお聞きください。あー、さっちゃん、見てくださってありがとう。さっちゃんが聞いてくれるとすごいなんか力になります。ありがとう。今日はね、今までお話ししてきた、体についての話、体と宇宙の関係とか、そもそも体という字の違い、この一つで書く体という字と、それから身という字がついた体の漢字の違いを一番最初の日にお話ししました。それから、体と宇宙の関係、私たちの細胞できているものはもう宇宙とつながっているというふうにしか考えられないという話をね、してきましたけれども。はい、ありがとうございます。今日も。どうも、笑顔ピッカピカ、ありがとうございます。そう、人間として生きる、この人間としてこの生きてきている、この私たちの体について調べてみました。生物学とか、それからそのね、生物学的なお話になってきて、ちょっと私にとっても難しい分野になっているんですが、ちょっと、すごい、でもね、調べてみて、すごいなと思ったのは、いや、実はまだまだ知られていないことの方がたくさんあって、私たちはそれを理科とか、いろいろなところで勉強していますけれども、それが日々情報がアップデートされていってる。だから私が40年ぐらい前に、以上前に小学校とか中学校で習ったことは、今や、またその通用しないというかね、論が変わっているということの事実もあります。さて、そのちょっと、だから私にとってもね、時間がかかったんですけど、はい、生き物としての体のお話です。そもそも生命ということの定義について、生命とは何かというところを見てみました。そしたら、生命とは、生き物とは、要するに生き物と機械の違いというのはね、自己複製と物質交代をする物質であるかどうかということ。ちょっと難しい言い方になりますけれども、自己複製をするイコール、要するに自分のコピーを自分自身が自らが作るっていうことなんですね。なので、機械でコピー機とかだと、要するにコピーを作ることができる機械としてあるけれども、機械は自分自身の機械というコピーを作ることはできない。そういう違いで、要するに自分自身が、私たち人間とかね、生き物は、私たちがこの体を使って、その自己複製を作ることができる。だから生命である、生き物であるっていう定義。そしてもう一つは、物質交代をこの体の中でしているかどうかということで、その生命という定義がされているんだそうです。呼吸とかだと、例えば呼吸でいうと酸素を入れて、酸素を体に取り入れながら、そして二酸化炭素をこう吐き出すという、代謝ですね。昔の言葉で言うとって書いてありましたけれども、その代謝、物質交代をするものが生命であるということでした。そして、じゃあ生き物と DNA という、この私もね、ねじれのところで DNA のお話をしてきましたけれども、DNA ってじゃあ何っていうのは、その生き物が生き物である、要するに複製ができるという機能を持ったもの。DNA の機能の一つの遺伝子で生命情報を伝えていくから、私たちはコピーを作れるということで、この生命進化、私たちの生命が進化している、生き物として進化している理由の一つは、遺伝物質に DNA を選択した結果という言葉がありました。難しい言い方ですけれども、要は私たちが自分たちの生命情報を次の世代、あるいは子供、次の世代というか、その子孫としてその情報を伝えていくために DNA というシステムを持っているから生き物であるっていうこと。
なんだそうです。でもこのことはね、この19世紀になってから発見された、遺伝の法則が発見されて、そして1953年ですよ、今から100年前にもならない時に DNA の立体構造が二重らせんであるということを見つけてくださった科学者の方、そこから DNA とかの研究が始まっているんです。すごいことだと思いませんか？でもっとすごいよくわからないのは、この DNA ってじゃあ何っていうことを調べてみたんです。私もすごいこのあたりは DNA 遺伝子とか DNA 染色体っていうところの区別がよくわからなかったんですけれども、そもそも DNA というのは生命の基本的な設計図という言い方で、いろいろ語られていますけれども、どういうことかというと、この私たちの体がこの体であることを決めている情報図なんだそうです。で、実は私たちの体って60兆以上の細胞からできているということですけれども、その一つの細胞の中に30億個の塩基、この塩基っていう言葉もね、ちょっと実はすごいトリッキーな話ですけれども、英語とか他の言葉ではベースとなっています。ベース、ベース、ベース、単純にベースなんですね。で、この塩基がつながっている、紐状の高分子ということで、高分子って何かというと、分子が1万個以上に集まった化合物っていうことなんですね。以前に原子核とか原子とか粒子のお話、素粒子のお話をしましたけれども、素粒子が分子になって、分子がさらに集まって高分子になるっていうこと、原子の数とか素粒子の数で言ったら果てしない数になると思います。さて、あんまり詳しい話をしていると次に行けないので、そして DNA は遺伝子ということ、この遺伝子に含まれている情報、この生き物を形作るタンパク質の配列を決めるのがこの DNA であり遺伝子であるということなんですけど、でも全ての DNA が遺伝子ではないのだそうです。DNA については解明がまだまだ続いていますけれども、DNA イコール遺伝子ではない。遺伝子、DNA の一部が遺伝子という、この遺伝情報を持っているということなんだそうです。そしてこの DNA の遺伝子の情報を持って、DNA を持っているのが染色体というもの、私たちの体のその情報を伝えていってくれる、その染色体というのは DNA が、絡まった ものというふうにな、表現になっていましたけれども、その染色体はその DNA から成り立っている、だから生命の歴史は DNA の遺伝子情報を持った染色体に刻まれているよというふうなことを日本の科学者の方がおっしゃっていましたが、要はどういうことかというと、この人である、猫である、動物である、猿である、その設計をしているのがこの染色体、そして人であるための染色体のセットというのがあって、これを私たち人間の体、生き物としての体を作っている設計図になっているんだということです。で、染色体はさっきね、DNA で成り立っているというふうに申し上げましたけど、だから DNA で成り立っているんだけれども、そのうちの遺伝情報、要するにコピーとしての情報を持っているのはほんの一部であって、そのいずれにしても染色体の中にはその遺伝子情報を持った DNA と、まだ解明されていない働きを持っている DNA がこの、染色体の中にあるということで。そして人であるための染色体は、一つの細胞に46個の染色体を持っているという設計図が、私たち人間のこの染色体のあり方で決まっている設計図。両親から23個ずつこの、染色体を受け取ってですね、要するに DNA、遺伝子の情報が入っている DNA 染色体を受け取って46個となるんですが、22個まではその性別は関係ない、だからその性を分けるとかそういう性質を持ったものではないんですが、23番目に受け継いだ染色体によって男性か女性か決まるということだそうです。あまりにもちょっと専門的すぎて、この辺は、あ、そうなのというところで受け取ってみてくださいね。で、つまり、人間として生きているために、この人ゲノムというのがありますけれども、
この染色体、このヒトゲノム、人の遺伝子、このヒトゲノムと作ってる染色体46個、そして染色体の中に DNA が含まれていて、その DNA の一部が遺伝子としての情報を持っているんだけれども、その遺伝子の99.9%まではこのヒトゲノム、私たち人間はみんな同じなんだそうです。驚き。そして残りの0.1%が違っていることによって、人が一人一人異なっている。顔が違う、形が違う、性格が違う、何々が違う。それがこの0.1%の遺伝子が違うことによって人間一人一人異なっているというふうなところまでが今日まで分かっているところだそうです。で、情報だけ先にお伝えしちゃうと、驚きなのは、いろ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 調べるものが進んでね、その人間、じゃ今度人間として遺伝子が、他の動物とどれぐらい類似してるかっていうのも各研究で発表されてきているようなんですけども、それで見てみると、チンパンジーの遺伝子は遺伝子的に96%人と類似している。だから人間がね、チンパンジーから、エンジンから、進化してきたというふうに言われていると、昨日紹介してきましたけれども、96%人に類似している。でも、アビシニ、猫では遺伝子的に90%人と類似している。そしてなんと、牛、お家で飼っている家畜として飼われているうちは80%人と類似、そして鶏は60%。そしてバナナを調べた方がいて、バナナは遺伝子的に50%人と類似しているという数字を拾ってきました。すごくないですか？でも人間一人一人が違うのが0.1%というところで一人一人が違っているのだとしたら、このやっぱり96%と人間の99.9%、人間との違いっていうのはかなり大きいと思うんですね。だから昨日、それこそエンジンから進化した人間という説をお話ししたときに、その前の生命進化で海の生物が両生類になって、そこから来て生命の進化があって、でも、この地球の歴史の中で何度も地球の環境危機があって生命が絶滅したと言われている。そこからまた回復していく、その回復劇の中で、どれだけの不思議なことが起こっているか、解明されていないことが起こっているかっていうのに、私はすごく心を奪われてしまったんですね。皆さんいかがでしょうか？でも今回の、今日のね、その生物学的なお話をしてみても、この生物学的な数字を見ても、遺伝子と、そして私たちのこの体を作っているその仕組みっていうのは、まだ果てしなく不思議なことがいっぱいで、そしてね、もっと言うと、言葉で説明されているけれども、言葉で説明しきれていないところもあるし、言葉の誤解もあるし、言葉の矛盾もあるし、あるいはその、例えば、科学者、そして言語のこう翻訳がされてくるので、例えば日本語で塩基というふうに、塩に元と書いた塩基という、なんだっけ、デオキシリボ核酸、核酸とかね、塩基とかっていう、その翻訳自体が、塩基というのは英語ではベースなんですよね。ベース、だからベースになっている。それが塩基と日本語で訳されている。そのあたりでもね、すごくこう一つの物事が複雑に理解されているな、あるいは、ちょっと違ったニュアンスで理解されているかもしれないというふうに、観察しているのが、ここまで調べてきて思っている私の感想です。いずれにしても、この体というテーマ、そして宇宙というテーマを、続けて、このワールド・オブ・ワーズでお届けしてきていますけれども、あまりにもテーマが大きくて深くて、すごい。でも、いろいろ調べていく中で、特に子ども向けのね、科学サイエンスとか物理とかの方でもそうでしたけれども、その子ども向けに情報、この難しい情報を説明してくれているサイトとかもたくさんありました。で、私がこのいつも申し上げているこのワールド・オブ・ワーズのライブでは、私はいつも正しい情報というか、そのバランスの取れた情報を心がけていますけれども、正しい正しくないという、そういう情報のこう取り方というのではなく、ご自分が納得できる情報、
あるいはご自分が納得できる、自分で感じる、自分で考えることをしていただきたいと思って、そのきっかけ作りにこのライブをしているつもりです。で、申し上げたように、私たちが今から40年前、50年前に正しいとかこうだと言われていたことが、新しい発見によってそれが覆されている。そして私自身は日本から国を変えることによって、日本の常識が全くひっくり返ってしまったという経験をしています。ので、皆さんはいろいろなことにご自分の意識とご自分の考えとご自分の心で取り組んでいただいて、ご自分なりのこう考え、そして意見、あるいは感じていることをどんどんね、ご自分なりに発信していっていただきたい、あるいは感じてほしいと思っています。はい。あ、今日たくさんコメントありがとう。さっちゃんが見ててくださって。あ、むつこさんもこんにちは。そうなんです。すごいスケールの大きいことを話されているっておっしゃってますけど、むつこさんがやっているクリエイティブな世界も、本当にすごい、なんていうのかな、クリエイティブなことイコールスケールがそもそも大きいんですよね。で、私たち人間は、そして私たち人間はクリエイティブであるし、宇宙もクリエイティブである。だからクリエイティブっていうことは果てしなくスケールが大きくて、それこそ0.1%の遺伝子の違いが人々の違いを作っているんだとしたら、そのクリエイティブの中にも一人一人のさらに違った大きなスケールが含まれている。もうそれ考えたら果てしないですよね。だから自分の宇宙もすごいけど、宇宙の一部である自分たちもすごいし、その自分が抱えている宇宙、そして自分が抱えている体、自分が生きているこの、世界、人生、すべてが素晴らしいと思いませんか？はい。すごいね、すごい壮大なテーマでチャレンジされてる。ありがとう。でも、話しきれてないような気がします。体と宇宙の関係、でも本当にね、宇宙の関係、そしてその、なんだっけ、水素、元素とかっていう、そういう話。そして来週はね、もう、このチャレンジどうしようかなと思ってるんだけど、人間の体がどうやって食べ物で作られていくか、タンパク質の話とか、その DNA の話を取ったら、タンパク質の話が出てきちゃったから、そこも語らずにはいられなくなってしまったので、また来週も頑張って、体のテーマを続いていきたいと思います。そう、バナナが、遺伝子半分、人間と遺伝子半分ってすごいよね。愛おしさますよね。本当です。だから、そういうミクロの世界のレベルに行ったら、私たち本当に一つ一つは全部つながってるし、全部共通なものを持っている。本当に宇宙は、一つであります。はい。ということで、興奮気味に話しました。睦子さん、さっちゃん、見てくださって、コメントくださってありがとうございます。皆さん、それぞれのね、世界を、大切にしてください。これね、後ろにゴリラちゃんがいるでしょう。これは、ボンクレールっていう、反対か、こっちか。ボンクレールっていうフランスの、ダウンジャケットで有名なブランドが、ダウンジャケットの素材でゴリラちゃん作ってね、今、この暑い中、ウィンドウに飾ってあるんだけど、それを撮ってきました。ね、人間はチンパンジーから猿からって言われてるけど、実はそうじゃないかもしれないよって私は実は思ったりしています。はい。ということで、皆さん今日も見てくださってありがとうございました。はい。ではまた来週ね、月曜日からワールド・オブ・ワーズ、月曜日、金曜日お届けしたいと、月曜日から金曜日までお届けしたいと思います。見てくださってありがとうございました。皆さん、良い一日を過ごしてくださいね。日本の方、おやすみなさい。さっちゃんはこれから良い一日を。はい、ありがとうございます。そう、頑張ってね、クリエイティブの方々、芸術家の方々。はい。ありがとう。失礼します。